のリハビリを受けて硬くなって聞く必要はないので期待 してもらっちゃったら困っちゃうんですけどね。どうも、こんばんは。楽しい時、悲しい時、常にこのアロハという言葉で私は救われてきました。それでは皆さん気をつけてお帰りください。そういうことを言ってんだけども、今日は大変な、日なんですよね。わかりました。それでは、まず、1曲目をやりたいと思うんでございますけどもね、なかなか私、新しく組んだバンドなんてございますけど、いいですか、喋ってて大丈夫、退屈しない。極上の人は極上で、あとゆっくりしても、ですね、新しいバンドのメンバーに、今日は手助けしてもらって、ツアーを観光できることができました。北は八たち、南は那古そ、枚方大津と岩木十段ツアーの真っ最中でこちらのバローズに呼ばれて、やってきたんですけどね、本当に曲は期待してもらう、私の歌は期待してもらっては困るんですけどね、喋りもどうなったっていうのは、あれなんですけどもね、一発やってみようかっていうことで、やってみたいと思います。まず1曲目のご説明に大丈夫ですか、時間は大丈夫、バス大丈夫、ですね、私あの若い頃っていうか18ぐらいの時に仙台に行きまして大変だったんですよ、寒くて私が最初に住んでたところが八木山というところで、仙台の町よりも2度低いんですよ、気温が。いい、大丈夫、喋ってきて、そしてそこで雪が降って寒くてどうしようもなくて下にバスで降りてくんですよね、お玉焼きとか通って。あ、大丈夫かな、道聞いてんじゃない。それでですね、そこで、上の、上は本当に八木山町が2度低くって下に来ると大変なんですよね、雪も雨も降ってなくて長靴履いてるとおしゃれだなって、とにかくやってみようかっていうことなんです。はい、わかりました。そんなこんなで今日何曲かやりますけども、若い人とやって嬉しいんですけども、作ってる今からやる曲はですね、本当に大変なんですよ、もうお酒が入っちゃって、本当ね、40、30数年近く前の新曲をずらっとやってみたいと思います。それではまず最初に、私の青春の地でもございました、仙台、宮城県の仙台の歌を歌ってみたいと思います。それではお願いしましょう、仙台 V。 Thank you.
そつがなく行きましたけども、逃げも大変です。逃げも大変です。まあ、仙台も寒いんですけどね、次に、私たちの忘れてはならないこの岩木に、あります、霊峰湯の岳誰も手入れしないっていう行くと霊がかぶさるっていうその、まあ、湯の岳がちょっとだけ出てくるっていうまあ別に意味はないんですけどね。それではそういったことにかこつけて作った、お前に振られて俺は寂しいよっていう、心が凍るようだっていう、まあ、これだけ言っちゃうとあとは歌詞は別にどうこうでもないっていうふうに、あの、ほんで何度やっても、素晴らしいバンドに合わせられなかった曲です。聴いてください、コールハート。
カゴビートルズさん、あ、違う、村町ミッキー下町ビートルズ、なんだっけ、まあ、とにかくあまり印象に残ったんですけど、残ってはいないんですけどもね、ジョンとポールがいたってことが覚えております。それでは、そんな、ビートルズにこの曲がどうかと言ってジョン・レノンが、まあ同じような曲があったらいいよなんて言った曲を、これから切々と歌いたいと思います。それでは君への思いという曲なんですけども、もう何ですかね、口の中がもう大変なんですよね、ウイルスでドクターですか、大丈夫ですからね、長いの？それではお送りしましょう、君への思い。
最近で、話していて、若い方って言っても若いなんですけどね、トッポイっていう言葉を知らないって言われたんですよね。ただこのトッポイウーマンって今からやるんですけどね、今までやってたのは何だったのかっていう話になっちゃって、それからね、英語みたいだですねなんて言われちゃって、大変それで、そんな、その僕も好きなボロのトッポイっていう、その曲で作った、曲をこれからやる。眠さこらえて半年過ぎました。それでは、トッポイウーマンという曲を、本当に今回素晴らしいギタリスト、なんだっけな。あのね、本当に、ね、年取って間違え、あ、そうです、芸名決めたんですよ、昨日。急に。大変なんですよ、大変なんです。すごいんですよ、ものすごい、そのギターを弾くっていうことで、パノラマジミーです。高級リゾート地の藤原ってとこなんですけどね。いや、ハワイが近くだから。なんですよ。ほんで、ジミー・ヘンドリスが好きだっていうことで。でジパノラマジミーっていうことで。でそのジミーのギターをフィーチャリングしてお送りしましょう。トッポイウォーマン。
後ろにはきつい曲でございます。マネージャー、次の曲からですね、いつもはそのデュエットの曲、いつもは素晴らしい女性と一緒に歌っている曲なんでございますけども、今日はその女性がちょっともう外出してくるって言ったまま、どういうわけか戻ってきません。着信があったのが長野かどっかで、でなんかメールがアブリとかってんですよね。いやいや、なるほど、ちょっとはめたんですけどね、あんまり面白かったら、あの格好で、それで、そのデュエットの曲を今日は無理して私一人で、歌いたいと思います。もし気に入ったら、そろそろ忘年会に向けて、幹事さんが大変だと思いますけども、この曲をプッシュしていただきたいです。それではお送りしましょう。長男長女だってなんとかなる。バカバカ。なんかぼっとしてるんですよ。そんなこんなで、お前ら本当に好きなんだよ。だからこの曲を君に捧げたいと思うよ。お送りしましょう。Dreaming。
して、残り、オーラスの曲によって締めました。よかったですね。行けますよ、トイレに。本当に、若い頃切ない恋をしました。そのベイビーに対して作ったこの曲をせっせっと歌いたいと思います。それではお送りしましょう。 I remember you。よかったですね。
ジャムだジャム。俺なしには歌えない。とにかく1日3回うがい。アルコールで。本当に、過ごしてきました。この楽しい、時間、大変な時間を消して来てくれたあなたたち。ございます。本当に、最後の曲でございますけどもね、我々のこの生まれたこの素晴らしい、国いわき、この国いわきがこのいわきのことを本当に、40年近く歌っております。歌詞は少しも変わっておりません。古い歌詞とか出てきますけども、その辺はご了承ください。大黒屋知ってますか？歩道橋渡ってすぐ入らずに天井は低くて、まあそんなことどうでもいいですけどね。ポール・スミスって言って、わかりました、ね、好きなの言いましたんでね。シャハンダーなんて言うとすぐに買いに行くの言いましたよね。大とは言わないけどね。はい、じゃあ行きます。それでは最後の曲です。皆さん、お手拍子お願いしたいと思います。どうもありがとうございました。ネバーゲットセンタープラウス。
うん。